今回は色っぽい硫黄さんのターンでターンというかエンドを見てみたい。硫黄さんに会いたい。なんてね、仕事中に妄想なんて恥ずかしいな。もう仕事中に考えてたんだ。なんだ今の地震？気のせいかな。今度は停電？おかしいな。視界がかすむ。地面が揺れる。耳鳴りがする。やばいじゃん。倒れちゃうじゃんこれ。頭が痛い。気持ち悪い。意識が遠のく。あららら、助け。女さん倒れちゃったよ。月曜日院病院ついに過労が疲れが重なりに重なって。ああ大丈夫か。あれ私どうしたの。泉目が覚めた。優子よかった、目が覚めたんだね。白い天井に蛍光灯、ベッドに寝てる私。つまりここは医務室。廊下で倒れてたのは覚えてる？倒れた。揺れたり暗くなったりしたのは地震でも停電でもなかったのか社畜の道を極めし者だけが感じられると噂のあれですな。いつか倒れるとは思っていたけど本当に倒れちゃったんだ。過労から来る貧血だって。あらら、大事をとって今日は入院するようにってさ。入院。よく見るとここ会社の医務室じゃない。ここはどこ、私は誰。ここは病院、あなたは音大泉だよね。行ってみたかっただけもう記憶喪失のふりしてね、あの別の部署に転勤すればよかったな今日一日は絶対安静だよ。寝た寝た。大げさだよ。会社に戻るわ。仕事が山積みだもん。過労ごときで休んだら鬼じゃなくて課長に怒られる。いやもう思考回路が社畜なんだから。ダメダメ、会長は違う、会社に戻るなって湯葉課長の命令だよ。嘘だ。課長が泉を病院まで車で運んでくれたんだよ。あよかった。私に付き添いを頼んで入院手続きをしたのも全部課長。でもあれだよね、労災とかになったら責められるの課長だからね会社側が責められちゃうからそれは必死になるかもしれないな。鬼畜上司がそんなに優しいはずがない。本気で竹に課長が課長が気の毒になってきた。もしかして本当なの？もしかしなくても本当。全然信じられないけど優子が言うなら本当なんだろうな。だったら課長にお礼を言わなきゃね。それがいいよ。課長はどこ？受付？会社に戻った。早い。さすが鬼畜とも鬼畜もとい社畜課長そうだね、すごいな。よかった、目が覚めたんだね。どこかで聞いた声。イオニー。おっと、お、イオさんイオさん医者か。顔色いいね。どこか痛かったりめまいとかしない？大丈夫です。寝顔も美人さんだけど起きてる方がもっと美人だね。医者でチャラいんかい。メガネかけているけど白衣着てるけど
このチャラいノリは間違いなく伊予さん。どうして病院にいるの？自己紹介がまだだったね。俺は湯葉伊予。伊予さんそのままストレートだな。伊予、君の担当医だよ。と担当医ってつまり医者？お医者さんごっこじゃなくて本物の医者？なんかお医者さんごっことか言ってた。そういえば伊予さん、伊予さんつってちょっと泉安心して、一応本物だよ。このチャラ男が医者なんて世も末だけどね。相変わらず毒舌だな、ゆうちゃんは。二人は知り合い？ううん、それよりゆば先生ですか。ゆばの名前すごいな。硬いな、伊予先生って可愛く呼んで。結構呼び方を気にするよね、伊予タンは。チャラいな。もしかして鬼ち、あ違う、吉じゃなくて湯葉課長のご主人。口が回ってないよ。もしかして吉じゃなくて湯葉課長のご親戚ですか？ピンポン、大当たり。君の鬼上司は俺の兄貴だよ。え？苦労かけているみたいでごめんね。え？いいえ、こちらこそ課長には日頃から大変な。まあいいや。迷惑をかけられてるんだよね。はい、大変迷惑をかけられ。じゃなく大変お世話になってまーす。この二人のニコリ顔。ゆうこ、余計なこと言うな。出ちゃったじゃん、この効果音が。よかった、そんだけ元気があればもう大丈夫だね。じゃあ私会社に戻るわ。社畜がここにも。お、兄貴によろしくな。兄貴か、ありがとうね、ゆうこ。課長にもありがとうございましたって伝えてくれる？オッケー、ありがとう。兄貴に俺文句じゃなくて、仕事を中断して病院に運んでくださったそうで、仕事の邪魔をしました。お礼よりお詫びでしたね。どっちもいらないよ、兄貴が悪いんだから。兄貴にこき使われちゃって倒れちゃったんでしょ？確かに課長にこき使われた挙句倒れたけど、でもそれは課長だけが悪いんじゃない。私にも落ち度あった。自分を責めるな。あれは一番悪いのはこんなに働かなければならないこの社会かな。話を無理やりでかくするって、ね。自分の限界が分かってなかった、だから過信して無茶をした。あー、自分の限界ね。自分の限界って分からなくないですか？他人が止めないとさ、分からない時ってあるよね。できないならできないとはっきり言えばよかった。そうすれば課長もあんな無茶ぶりしなかったはず。いやでもさ、こうそこでさ、できないって言っちゃったらさ、なんか見放されるようなやつあるじゃん。お前はこの程度かみたいな。ならばいいね、期待しないわみたいな。いや、期待されないのも辛いっちゃ辛いよね。でも私は責任のある仕事を任されて嬉しかった。あー、なんかすごいキラキラしてる。嬉しかったから頑張った。もっと認められたくて、もっと自分の力を試したくて。いやー、偉いな。今ならわかる、私は自分の意思で働いていたんだ。自分の意思で働いていたんだ。自分の意思で社畜になったってこと？課長のせいじゃありません。おお、一歩成長したのか、それとも
これは社畜のレベル2みたいな社畜のレベルが上がるとどんどんなんかそうなっちゃうのかな。健康管理も仕事のうちです。倒れたのは私の甘さです。いやー、やたら自分を責めるな。たまには他のね、他をこう責めてもいいんだよ。言葉にしてすっきりした。会社に戻ったら課長にお礼を言おう。また明日からバリバリ働くんだ。止めてあげて、よー先生止めてあげて、ドクターストップ。泉ちゃんはいい子だね。この年でいい子は恥ずかしいですよ。兄貴が大切にするのもわかるよ。大切にしてねえだろ思わず切れちゃったよこんな倒れさせるなんてね、それはないです。いや、そうなる、その効果音鳴っちゃうのもしょうがない。兄貴も嫌われたもんだ。本当なら君を兄貴に返すべきだよね。君を兄貴に返すべきだよね。でもできそうにないや。何の話？俺のこと一番好きって言ってくれたよね。ゆば先生、話の流れがおかしいですよね。どこもおかしくないよそういえばあれだな、イオークの時だけ声変えてたの忘れてたのなぜか先生の言うことは素直に聞いてくれると嬉しいな距離を一気に詰めてきたぞどうして肩を抱かれているのかな。診察を始めようか。いやじっくりね。これ診察じゃないですよね。診察だよ。熱を測ろうか。ぽんわどうしておでこをくっつけるのかな。あ、子供とかにやるあの熱のやつね。熱測るやつ。ね、熱の測り方がおかしいです。うん、熱はないね。次は内診をしようか。陽さんの指がブラウスの襟にかかる。内診なんだから脱ぐのは当たり前なんだけど、この危機がもしかしてザ・低層の危機この効果が面白いですね。話して。泉ちゃんの嫌がることはしないから大丈夫だよ。風呂の外で君を抱きしめられると思ったら嬉しくて風呂の外で今風呂って言った。硫黄の名にかけて泉ちゃんを元気にしてあげるね。あー、やっぱこういうパターンなんだ。いやー、待て、この画面外から消える演出押し倒されてるのかいや、もうちょっとさ、よく考えてくださいよ。働きすぎて倒れたんですよ。それを病院の床に押し倒しちゃいかんですよ。伊予さん、伊庭先生、前みたいに伊予って呼んで。いえ、でも聞きたいことがたくさんあるのに、イオンさんの顔が近すぎて頭が働かない。まあ確かにイケメンだしな。ふふ、眉間にシワが寄っちゃってる。何考えてるの？こっち見てよ。泉ちゃん、お願いだからさ。眩しい。あの日みたいに一番好きって言ってよ。ストップディアドクター。おお、いやー、終わりました。すごかったな今回も伊保先生。これで3人が、あら、3人のエンドは見ました。でもあと2つもエンドがあるんだ。すごいな。なんだろう、
陽くんみたいなね、チャラ男の先生か。でも医者の人って結構サイコパスな人が多いって言うからな。まあどうなん、医者が彼氏になってどうなんだろうな。どういう心境なんだろう。近所付き合いとかね、親戚付き合いとかちょっとめんどくさそうな気が。入浴剤はいらないかなどに、みんなに会いたいにしたらどうなるんだろう。これね、こうなった時に違うのかな。ただいま、お疲れ課長、なんだってって、これね、いつもの流れがね、ランチを食べに行った後、さてなんとか乗り切った、お疲れ、頑張った泉にまたまたご褒美だよ、あ、入浴剤、入浴剤3セット、これは変わらない、段ボールから溢れた入浴剤。ここら辺は一緒だ。最初の入浴剤のを入れる入れないでちょっと変わるのかな。大好き、あれ、こんな、あれ、こんなエンドじゃなかったな。いい天気。ずっとファイル持ってる。廊下の窓から差し込む光にふと足を止めた。柔らかい日差しに手をかざしてみる。ポカポカ暖かくて、まるでお風呂に入っているみたい。今日家に帰ったら湯船にたっぷりお湯を張って入浴剤を入れよう。彼らにまた会えるかわからないけど、ただの幻覚だったのかもしれないけど、使い続ければいつかまた会えるかもしれない。その日を楽しみにして頑張って働こう。おお、あ、いつの日か必ず。お、これが2番目のエンドでしたか。あー、なるほど。オープニングのこの画面があれですね、ちょっと寂しくなっちゃったな。